これ多分なんていうか初めて描かれたナポレオンの絵なんだよ。まあ肖像画とかあれ別なんだけど、こういう英雄としてのナポレオンが初めて描かれた絵なんだよこれ。だからまあ若いんだよまだナポレオンが。ただあの兵隊さんなんだよ。イタリア方面軍司令官なんだよ。まあナポレオン将軍なんだよ。その時代のナポレオンなんだよこれ。第一執政官にも皇帝にもなってない、ただの兵隊さんだった頃のナポレオンなんだよね。でこれを描いた人がアントワーヌ・ジャン・グロっていう人なんだけど、この人はね、この人の人生も面白いんだよ。この人ラッキーが重なりすぎて逆に不幸になった人なんだよね。その辺もじゃあちょっと見ていこうかね、はい、このグロっていう人の、あの人生を通じて見ていこうと思うんだけど、このアントワン・ジャン・グロっていう人はもともとお父さんがあのミニアチュール細密画家だったんだよね。でミニアチュール画家っていうのはさ、いわゆるこういうでっかいタブローを描く画家と違ってさ、あの本の挿絵とかさ、そういう割と細かい絵を描く人なわけだよ。でまあそのお父さんが、まあ、そういう画家 で14歳の時にあのダビッド、あのフランスの偉大な画家だよ、馬乗ってるナポレオン描く後に、このダビッドに14歳の時に弟子入りして、まあ、ダビッドみたいな歴史画家になるんやってやってたんだけど、目が出なくてさ、いまいち才能があれな、微妙な人なんだよこの人で、目が出なくて、で22歳の時にイタリアな、イタリアアルプスの南、長靴の格好した国、はい、イタリアの、まあ、ジェノバっていうところに行って、そこで、まあ、その細密画描いて、まあ、暮らしてたんだよ。でラッキーだったのが、そこのそのイタリアにこのナポレオン軍がこう侵攻してくるわけじゃない、あのハプスブルクの支配からイタリアを解放するやという名目で来るわけじゃない。でナポレオンはこの頃新婚さんで、あの奥さんのジョセフィーヌがもう好きで好きでしょうがなくて、俺今イタリアで戦ってて寂しいよって言って、イタリア来いやって言ってジョセフィーヌはパリで遊んでたいのに、しょうがないわねって言ってイタリア行くんだよ。で、あの暇だからあちこちこう遊んでたんだけど、ジェノバでグロと会うんだよ。で、あの何フランスの画家がこんなところで仕事してんのなんて言って、私と一緒にあのミラノの旦那のとこ来ないって言って、で一緒にミラノに行ってナポレオンに紹介されるんだよ。で何の画家なのかって言ってね、あの俺たちの、ね、軍隊の、ね、戦いぶりをね、じゃあ描いてくれよなんて言って言ってたわけですよ。まあだからそのジョセフィーヌに出会ったのがまずラッキーだよな。でナポレオンと知り合ったのもラッキーで、さらにこれが大ラッキーなんだけど、このアルコレの戦いっていうのが起きたわけですよ。でそこにグロいたんですよ。でそれがどういう戦いかっていうと、もうアルコレっていう村があるんだけど、まあ、そこがもう完全にそのハプスブルク軍に、がに布陣を引いてて、で そこが補給路になってたらしいんだよな。それを断つためにそれを攻撃するんだけど、まあ、川っていうか湿地があって、そこにこう橋があって、この橋を越えてそこに突入したいけど、橋の向こうでもうみんなオーストリア軍が待ってると、で誰も突入できないで膠着状態になってた時に、この司令官ナポレオン自らが旗軍旗持って突撃っつって突っ込んでいった。でそれを見てフランス軍が、俺もじゃあ司令官に続けっつって突撃してって、アルコレ村を奪取したっていう、そういう戦いなんだよ。でこれやってグロは書いたのがこれなんだよ。だこれアルコレの戦いのナポレオンとか、アルコレ橋を渡るボナパルトとか言われてるんだけど、これはだから現場でリアルに見たグロが書いたっていうんで有名な絵なんですよ。だけどこいつなんだけど、そんなにいい絵かっていうの、こっち的には突っ込んでく感がないんだよねこれだけ見て橋に突っ込んでったナポレオンですって言われてもなみたいな、もうちょっと突っ込む感じ欲しいなみたいなとこあるんですけども、まあこれでナポレオンに気に入られて、それでね、ナポレオンはグロをアンスペクトゥール・オーフェブルっていうんだけど、
あのなんていうのかな、略奪美術品を査定する係、はい、だからあのほらナチスのゲーリン君に対するバルターホーファーみたいなもんだよ、奪った美術品これどれがいいみたいなのを、あの見極める係として、お前俺の軍隊についてこいって、で何なら戦いのあれとかもスケッチしといて後で絵にしろみたいな感じでずっとナポレオン軍について、あのエジプト戦役なんかも一緒に行ったりするようになるんですよね。だから本当にラッキーだったんですよ。たまたま食えなくて行ってたイタリアで、たまたまジョセフィーヌと知り合って、でたまたまナポレオンの戦い見て絵描いて気に入られて、そのナポレオンの軍隊についていくようになったっていうことなんですよね。で、まあ、この作品後にもう1801年になってからフランス の, あの国の展覧会サロンに出されて、すごく評判良くて、でこれもだから何枚かコピーが作られてるんだよ。で今エルミタージュにも1枚ロシアのにもあるね。であのこれは今確かベルサイユにあるんじゃないかな。でルーブルに収作があったりして、でこのとにかく、まあ、迫力はないんだけど旗持って突っ込んでくっていう、この絵があのドラクロワの民衆を率いる自由の女神やなんかのあのシリーズ、要するに旗持って突っ込んでくシリーズの一応元祖にもなった、旗持って突っ込む人の元祖にもなったと言われてる作品なんだよね。でナポレオンは、まあ、あのフランスに帰ってきてからもグロのこと気に入って、でもう皇帝になった時にほらダビッド、グロの師匠でもっともうこの人、この人を首席画家に取り立ててるんだけど、でもまだほら一兵隊さんだった頃から帰ってくれたグロのことも大事にしてくれて、でいろいろ作品注文してくれるんですよ。これはアブキール海戦っていうね、あのエジプトのアレクサンドリアの近くにあったアブキールっていうところで、でこれだからそこを抑えるために戦うんだけど、イギリスだけじゃなくてオスマントルコとも戦うことになるわけで、このトルコ軍のやつとかエジプト軍のやつ逃げてるところを描いたやつなんだけど、この辺を見てもですね、あんまり上手くないんですよこの人あんまり上手くないんだよ。ほいで例えばこのグロの限界がよくわかる絵がこれだと思うんだけど、これもエジプト戦役のピラミッドの戦いなんだよね。どうこれ、あのさっきの旗持ってるところもそうなんだけど、この人の絵まず勢いがないんだよ、躍動感がないんだよ。でごちゃごちゃしてるのと、あと遠近感がないんだよ。これも馬こっちからこう行ってるのにこの奥行き感ないし、この円形のピラミッドに至ってはかき割りみてえじゃん。なんかすごく遠近感がなくって平板で動きがない、この辺がねやっぱりそのミニアチュール画家出身の限界なんじゃないかと思うんだよね。大画面を描き慣れてない、大画面の奥行きの表現とか、あのそういうのがうまくないんだよね。でナポレオンもさ、戦地でこの人連れて回ってる分には良かったんだけどさ、フランス帰ってきてさ、ダビドとかさ、いろんな他のうまい人もこれ描いてくれるわけだよ。どうもグロうまくねえなっていうのがやっぱり分かっちゃうんだよね。でだんだん注文が来なくなっちゃうんだよ。でやっぱりもうダビドとか他の画家に頼むようになっちゃうんだよナポレオンが。なんだけどまあそのナポレオンも1814年に失脚しちゃうわけじゃないですか。で逆に前回お話ししたけどダビドとかはナポレオンに重用されすぎたがゆえにそれで亡命せざるを得なくなっちゃったわけじゃないですか。だけどその点グロはあのパッとしなかった分パッとしなかった分ナポレオンが失脚した後もあのそんな目に亡命とかしなくてよかったわけですよ。どころか1816年にダビッドがブリュッセルに亡命しちゃったでしょ。で前回も言ったようにダビッドってめちゃくちゃたくさん弟子がいて、で大工房を構えてたわけじゃないですか。
それを引き継ぐんだよ師匠に。一応ザ・ダビドの弟子だから、この人一応ダビドの弟子で、まあ、ナポレオンに昔から可愛がられてる画家だからっていうんで、じゃあそれを引き継ぐのはねお前しかいないって言ってお前に任せたっていう感じで引き継いじゃうんだよ。それで国立美術学校の先生とかにもなって、で、あのダビッドみたいに革命の時にさ暴れてもいないからさ、あの王政復興のシャルル10世にもまあそれなりに取り立てられて男爵にしてもらったりとか、ラッキーなんですよ。その上の先生のダビッドがいなくなっちゃう、それをもうごっそりいただいちゃって、で男爵にもなって国立美術学校の先生にもなって、非常にラッキーなんだけど、この問題はそのラッキーに実力が追いつかないんだよそれでいやなんか知んないけど、あのグノってすごい人みたいに言われてるけどうまいかみたいな話がなるわけですよ。で当然周りの他 の, あのアカデミズムの画家たちもいやあの人がダビドの後継ぎはないよねみたいな感じになって、何よりも生徒、国立美術学校の生徒たちがダメじゃねえあの人ってなっちゃうわけ。それでそんなことはだけど本人が一番よく分かってんだよ。でもう辛くなっちゃう、辛くなっちゃってんだけど、こうやめるわけもいかないじゃん。ほいでね、なんと1835年かな、64歳の時なんだけど、セーヌ川に身投げして自殺しちゃうんだよこの人。超ラッキーの人生だったけど最後がバッドエンドなんだよ。これどう、まだ辛いですね。辛いでしょ。だから俺教訓あるんだよね、またね、人間さラッキーすぎるのも考えものなんだよ。ラッキーに実力が追いつかないとこういう辛い目に遭うんだよ。だからやっぱりね、自分の実力に、実力が正当に評価された、その実力に見合ったとこにいるっていうのが人間一番幸せだよっていう教えなんだよね。この人もこんな大画家としてさ、大画面のでっかいもんも描かないでさ、ずっとさミニアチュール画家としてやってればそれなりに幸せな人生だったかもしれないのにな、という、たまたまこのアルコレの戦いの時に近くにいてナポレオンに取り立てられたラッキーで、まあある意味人生が狂っちゃった画家だったと、そういう意味でよくぞこれを選んだなと思ってたんだけどね